分子コーランの感想速報。最新708話、復讐心の度合い、感想速報。皆さんこんにちは。軍師のコーランです。今回は、最新708話、復讐心の度合い、感想速報について考察していきたいと思います。ぜひ最後までご覧くださいね。なお、こちら本誌ネタですので、単行本派の方はご注意くださいね。秋余剰から歓喜を狙って出撃した、胡蝶軍残党の前に立ちふさがった飛信隊。李信は、胡蝶軍残党のシャアの一人リュウフを、一騎打ちの末、見事に討ち取りましたが、敵将の首を上げたにもかかわらず、李信は苦々しい表情を浮かべていました。歓喜軍のやり方を快く思っていない李信は、彼らにどのような反応を見せるのでしょうか。考察へのご意見、ご感想などを、ぜひ、コメント欄で教えてくださいね。もし面白いと思ったら、動画下から、チャンネル登録と高評価をお願いします。1、一騎打ち後の軽装。李信が劉邦を討ち取った後、一帯は様々な反応で騒がしくなります。胡蝶兵たちが、劉邦の死を受け入れられず涙を流して嘆き悲しむ一方で、歓喜兵たちは、味方であるはずの李信にありったけの敵意と罵声を浴びせます。李信が弱った劉邦を捕獲せずに、あえて討ち取ったのは明白でしたので、李信はライドの復讐を邪魔したのだと考えて、彼に怒りの矛先が向いているようですね。とはいえ、客観的に見れば、シュマ一家ですら劉邦にやられていた状況でしたので、あそこで李信が劉邦を討たなければ、幹部に被害が出ていたかもしれないのですが、少なくとも激怒しているシュマ一家に関しては、李信を責められる立場にはありませんよね。歓喜軍は怒りのあまり、功労者であるはずの李信を馬から引きずり下ろそうとしますが、ここで、ようやく李信が口を開くとともに、口を揺らすような怒号を吐いて、その場の全員を黙らせてしまいます。李信は各部隊の加入時、よく通る声を持っていると語られていましたが、その声で怒りを発露させた場合、これほど凄まじい威力になるのですね。2、李信の激高。李信は一括して歓喜軍を黙らせると、自分たちがここに来た理由を語ります。李信は本来であれば、大嫌いな歓喜軍など助けたくはなかったのだが、将軍である以上、個人の好き嫌いを排して歓喜を救わなければならなかったとのこと。李信はこうして、自分の感情と立場を切り分けて動けているということは、平陽の戦い直後に火竜殿にされた説教が、ちゃんと聞いているみたいですね。その上で李信は、ライドの仇討ちに関して胡蝶軍10万人を処断した件を持ち出し、ライドの弔いとしては、すでに十分すぎる犠牲を出しており、その蛮行を行った歓喜軍のことを絶対に許さない、と声を荒げます。李信が、将軍としての自覚を持って成長していく一方で、信念を曲げない彼らしさを失っていないのは、とても喜ばしいことですよね。3、虚しい説得。李信は歓喜軍に、平陽の戦いの分も合わせて言いたいことを言い終わると、今度は、うなだれる胡蝶兵に向き直り、劉邦の意外と共に投降するよう勧告します。もちろん李信は、本当に胡蝶兵たちが呼びかけに応じるとは思っていないようですが、李信も、かつて李牧に、馬陽の戦いで見逃してもらえたおかげで、大雪の亡骸を、真の地へと連れ帰ることができた経験がありますので、劉邦の遺体に関しても、同様の情けをかけてあげたかったのでしょうね。しかし、胡蝶兵たちは、もともと命と引き換えに歓喜を打つべく出撃した決死隊なので、すぐそばに歓喜はいるのに退却はできないと、再び突撃を開始します。胡蝶兵らが、李信めがけて襲いかかろうとしたその時、姜維が、姜海と共に李信と敵の間に割って入り、惨敵の総統を引き受けます。姜維はつい最近まで、自分も敵と同じように復讐者として生きていたこともあり、歓喜を狙う胡蝶兵らに思うところもあったのでしょうが、李信の思いの丈を聞いて、好き嫌いで動けない戦のもどかしさを理解できたみたいですね。そんな李信らを丘の上から眺めながら、今はもういないライドに思いを馳せる歓喜。きっとライドがこの場にいれば、黒曜戦のように生意気な李信に殴りかかり、この場がさらにカオスな状態へと陥っていたことでしょう。歓喜は今まで、そういった騒動さえも楽しんでいたらしく、彼らしからぬ遠い目をして、ライドの死を悼んでいるようですね。4、琥珀光の決断。一方、後方で劉腐隊を進ませるために飛信隊と戦っていた琥珀光は、歓喜の本陣が健在な様子を見て、
リューフの突撃が失敗したことを察します。琥珀コアの側近らしき男は秦軍を相当数葬ったことで決死隊の意義はあったのだと考えようとします。しかし当の琥珀コンは出陣前に春水寺に言われた歓喜を打てなければ全て無意味という言葉を思い返して歯ぎしりし、復讐のためにこの場を離れるという苦渋の決断を下します。琥珀コン、文字通り血の涙を流していますし、彼の悔しさが表情から伝わってきますね。ただ本音を言えば、琥珀コンが歓喜への復讐完遂を最優先で考えられていれば、歓喜軍への無茶な突撃で流布を失ってしまうことなく貴重な戦力を温存できたはずなので、決断の遅さを歯がゆく思ってしまいます。数日後の夜、戦線を離脱した琥珀コンは城を抜け出した春水寺と合流を果たし、李牧の元へと合流することを決断します。こうなると琥珀コンは前回の動画で考察したように、非可の戦いで李牧の切り札として登場し、歓喜へのあた打ちを果たすことになりそうですね。5. 厚与城の陥落。琥珀コアらの撤退後、厚与城では何日もの攻防が繰り広げられた末に、ようやく伝耳軍が城門を開くことに成功します。開門後は待機していた王翦軍の制圧部隊が怒涛のように城内へとなだれ込み、一気に厚与城を制圧しました。何気にしれっと制圧部隊の中に阿光が混じっていましたが、彼も攻城戦では総王軍と同じ城内制圧役だったみたいですね。もはや王翦軍の名物的な立ち位置となった三州も、敵の矢でハリネズミになりながらも元気に指揮をとっていましたね。こうして王翦軍は当初の予定通りほぼ自軍だけで厚与城の制圧に成功しましたが、想定の3倍もの日数と被害を出してしまい、手放しで喜べない勝利となりました。6. 今週の注目ポイント。今週私が気になったポイントはこの後の王翦軍の動き方です。厚与を制圧するために開戦前の予想よりも大きな損害を出してしまった王翦軍。王翦のとっさの判断が功を奏して、貴重な腹心伝耳こそ失いませんでしたが、厚与戦後の王翦軍が著しく弱体化していることは確実であり、あの軽口好きな孫王でさえ軍議で神妙な表情を浮かべていましたよね。これで秦軍は義安を目指す第一歩目からつまずいてしまったことになりますが、ここから王翦はどのような策で挽回を試みるつもりなのでしょうか。残念ながらいいところで次回救済となってしまいましたが、この後秦軍がどのような行動に出ると思われるか、ぜひ皆さんの考えを教えてくださいね。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。今後の展開はこうなってほしい、これが気になったなどありましたら、ぜひコメント欄で教えてくださいね。本日はここまでです。ぜひチャンネル登録高評価をお願いします。もしリクエストがありましたらコメントやツイッターで教えてください。以上、軍師のコーランでした。またね。